ました。はい、東三河ふるさと公園に来ました。いろんな花が咲いてます。では、楽しみに見てまいります。お、あー、はい、今日は3月24日、春でーす。三河郷土の谷、行きます。ツツジも綺麗に咲き始めました。はい、森林浴できるところもありますよ。はい、この広い道は周回コースです。桜が高いところで咲いてます。はい、ツツジコースを歩いています。はい、ここの休憩場でティータイムします。はい、東三河ふるさと公園でティータイムです。今日もあったかいコーヒーを飲んじゃいます。あー、おいしい。そして、花月堂のこれは、バウンドケーキおやつにします。ではいただきます。お、いただきます。だから、はい、では山頂に向かって、歩いていきます。
はい、ところどころベンチがあってね、休憩しまくれます。遠見山山頂に着きました。190m。やりました。この山頂には、トイレもあります。広い広い山頂です。はい、この上行くともっと景色が見えます。はい、山がだいぶ桜でピンクになってきますね。では、展望台跡にして、帰路に着きます。ところどころ案内板も、詳しくありますよ。はい、管理棟までの距離等々書いてあります。はい、では椿の道コースで戻ります。はい、道すがら桜が綺麗ですね。はい、管理棟に向かいます。六角堂に行ってみます。はい、新しい六角堂が完成してます。
はい、東三河ふるさと公園いかがですか。のんびりのんびりできる公園です。はい、池の近くにも休憩するとこがたっぷりあります。はい、駐車場戻ってきました。皆さんも園内マップを片手に歩いてみたら楽しいですよ。お疲れ様です。